ワンビットハート。いやー、せつなけいすきでよー。前回、みさなえちゃんが犬が嫌いだということが分かったところで次に行ってみます。白髪の少年やな。おらんぞ。おらんぞ、白髪の少年。どこ行ったん？あ、中におるんじゃ。中におったんじゃ。おーい、君。お兄さんとか、いいことしないかい？ねえ、そこの君、ちょっといいかな？え、今のだ！今のこの号泣抜かすな、小娘！あやいさーん。てか、あの、紙袋かぶっとるやつ、女の人だったんじゃ。ジェットエンジン？あー、くっそ、逃げられたじゃんか。謝れよ。ごめんねー。ごめん、なんか飛ばしちゃった。ごめんな、白髪の少年。ちょっと飛ばしちゃったわ。渡辺さん、本当にしようとしないでください。少し同行を願いたいのですが、よろしいですか？は？なんで？あなたを探している人がいます。あー、おっさん？ええー、そうですが。下打ちだ。ああ、こいつ、小さい頃がそんな不良の間におことをしようって。将来、いい大人にならんぞ、お前は。別に行ってやってもいいよ。俺様を運んでくれたらね。名付け屋さん？おい、話が違うだろ。なんだ、おんぶしてっけってことか。は？おんぶとかこっちも使えんじゃん。肩車に決まってるでしょ。このクソガキ。押さえて、夏影さん、平和のためです。この少年に平和がかかってるみたいな感じになってる。いや、間違いではないけどさ。なんかちょっと、規模がでかいなと聞こえてくる。ラブ&ピースなのですよ。クソ、早く乗れよ。うわ、安定感ねえな。わ、いちいち口を開いたら悪口だな、お前は。てめえ、このまま頭から突き落とすぞ。押さえて、押さえて。押さえて、押さえて！ああ、早く行くぞ。あと気になったんやけどさ、右の方になんかがうっちらっと映ってるこいつはなんだ、お前は。わあ！なんじゃ？ああ、ごめんなさい。寝てたみたいだったから。今の絶対起こそうとしたら、ああだろ、お前。ならもう少し、やわりと起こしてくれたって、ええじゃろうに。いや、許されるギリギリのラインかなって。あ、俺、のらしです。そっちは？思ったより声が高い。野球少年やな。なるほど、見るからに野球少年ですが。そりゃ野球やっとるからな。データから推測するに、球は拾いがかりですね。データってなんじゃ、あっとるかやめてくれ、補欠なんだね。大丈夫ですよ。球拾いでボロボロになっても、バットを振ればほぼ三振でも、夢は誰も持てます。わあ、もうやめてくれ、追い込まないでくれ。あ、これ以上は危なくても、失礼します。ラーシ君、出会って、すぐの人にさ、そういう傷口広げるまでをやめてあげてくれ、お前。クソって、こいつも、ね、悲しくて寝てるじゃないか、お前。球広いとこじゃない。というわけで、少年を連れてきました、カフェに。あ、おるわ、奥の方に、おっさん。すいません、おじさん。こちらの子で間違いないですか？あ、キライくん、もう、どこ行ってたの？僕様がどこに行こうが勝手だろう。いや、話し合いの時にはちゃんといてねって、話し合い？まあいいや、わざわざここまでついてきてくれてありがとう。どういたしまして。そのお礼と言ってはなんですが、少しだけお話を伺うことはできますか？え、僕と？そうですが、何か問題でも？え、もしかして、ハッキングロイド事件の犯人あなたですか？いや、別に、少しだけなら。ちょっと、後で裏でエロサイト見ようと思ってたのにな。はい、では、お願いします。というわけで、七七さん。やっぱり俺なんだね！当たり前でしょう。心が読めないというところでも、かなり引っかかる相手です。味方お兄さんも、あの飲み屋って人の情報が、ビットホークからも何かしら妨害されていて、得られなかったって言ってたしね。とにかく、そうならば、どこかで矛盾した発言をするかもしれません。追い詰めていきましょう。
よっしゃあ、行くぞ。多分このやり方にも慣れてきたけん、今回はうまくやる、うまくやるぞ。おじさんはここで何をしてるんですか？もしかしてサボってるんですか？忍者ですか？見ての通りかな。見ての通り？おじさん、ここで働いてそうな見た目じゃないよね。そういう服を着て働いてるふりをして実は怠けてるんですか、おじさん。ところを引き裂いて個人経営なんですか。うん、そうそう、昔からお伺いしていてね、数年前に始めたんだ。まあ経営はギリギリだけど、それなりやってはいてるよ。ほう、ここはまだな。あ、でもなんかちょっと実験では関係ないけどさ、詳しく聞いてみたいなって。どうあるか聞いてみよう。別に何もないけど、ロカちゃんみたいにお手伝いさえはいるんですね。そりゃあ一人で全部なんてさすがに疲れちゃうよ。最近は悩みの種も増えたし。悩みの種？ああ何でもない。まあとにかく大変だってことさ。少し気になるけどあまり関係なさそうかな。気になる。悩みの種とか気になる。こんな冷や汗かくような悩みの種とか気になる。まあ、まあプライベートのことだろうから、まあ、放っておいてあげよう。は、ハリア君とはどんな関わりが？は、ハリア君？そうだね。ハリア君も自分の家の手伝いで忙しそうだから、基本的に頻繁に来ることはあまりないよ。ここに店を開いた時に挨拶をして、そこからたまにお話をするたりするくらいかな。はあ。ハリア君ね、話題を見てみよう。あ、でもよく喫茶店を訪れているようだってことやけどさ、たまにってほどでもないんかもしれんぞ。あ、ちゃうか。そういうわけでもないか。まあいいか。あ、でもなんかさ、ハリア君みたいなさ、男の子キャラとさ、こんな疲れたおっさんキャラのお二人、全然違うタイプの二人がさ、何話すかちょっと気になるけど、ちょっと聞いとこう。事件で聞いなく、関係なくても聞いておこう。最近についてはどうなんですか？と、言うと？最近よく来たりはするのかなーって。え？そんなに変わらないかな。なるほど。一応さっき言ったことに付け加えてもらっていいですか？ああ、わかったよ。最近も特に変わりない。まあ、いや、ちょっと思い、ちょい話聞いてみよう。おじさん、独身なんですか？痛いところついてくるね、七橋くん。結構すっぽいと聞いてくるだね、君。あ、そんなに気にしなくても大丈夫ですよ。結婚しない人、年々増えてるみたいですしね。お前が気にさせたんだろうが、お前が振った話だろうが、お前。いやー、まあ、頼りないからな、僕は。ロッカちゃんは僕のお姉さんの子で、おじさんに、妻と子はいないよ。ほう。ロッカちゃん、一応血縁関係が、まあ一応、なんか親族的なところではあるんやな。一応、なんて言うんだろう、この関係。お姉さんの子っていうのは、どういう言葉で言うならどういう関係になるこれ。まあ、大体そういうことで、変なことといえば最近は肩がらしくらいじゃないかな。あ、市長じゃな、肩がらしのこと。あ、神奈川嵐のことは知ってるんですね。そりゃ近所の話だしね、いけないよね。ですよね。おかしな点に突っ込む。は、ロッカさんから聞いた喫茶店の話、よく話してるってこと、やっぱりよく話しとったんちゃう、もしかして今の話聞いたら。で、ハリア君とたまに、ここちょっと怪しいんじゃない、突っ込む。これちゃうかな。ちゃうかな。これか。あの、俺、ロッカちゃんから、ハリア君はさっきよくここに来るって聞いたんですけど、それを。何やけどさ、それを突っ込むにはどうやって突っ込めばいいかな。ちょっとわからんでさ、いろいろやってみたけど、なんとかなった。え？これ話をしてるなら、間違えたりしないですよね。ちょっと待って。ねえ、キライ君。おじさんがいるとき以外で、あの子をここに呼んだりした？
あーそんな気もする、気もするってお兄さん何も聞いてないんだけど。おじさん下に見られてるよ、この小さい男の子にめっちゃ下に見られてるよ。まあそういうことで、ということがあって、おじさんと知られないところでここに来てるみたいだ。多分キライ君と遊んでたんじゃないかな。なるほど、それなら納得できます。納得してはいけないのですが、やはり少し不自然ですね。そうかな。そうです、明らかに挙動不審です。しかし証拠がなければ何とも言えませんので。そういう場合は相手の口から証拠を作り出しましょう。揺すぶって振り落とす、ナシさんならできますよ。ナシ君のことをなんか、ナシ君のことをなんか刑事に仕立て上げようとしてるね君。なんか刑事的な相手を論破する方向に仕立て上げようとしてるね君。大丈夫かな。なるほど。でもハリア君とお話はしてたんですよね。まあそうだね。どんな話をしてたんですか、そこ重要。ガーデンの方が荒らされてることとかかな。ハリア君真剣に悩んでみたいだから。そうだな、最近は火山嵐のことばっかりだったな。ほー、おじさんは火山嵐のことは知っているの。まあハリア君から話くらいは。僕自身ほとんど店のいることが方が多いからね。じゃあ情報源はほぼハリア君からですか。一応発言に追加をお願いします。他の住人からは金原氏の話は聞いていないか、一応覚えておこうかな。ほうほう、おじさんは犯人は誰かわからないですか。わかるわけないよ、わかってたらとっくに解決してるでしょ。じゃあハリア君が誰か疑ってたりとかは。それはなかった気がするな。ハリア君は町の住人じゃないと信じたいとは言っていたけどね。ほう、おじさんは誰か怪しいと思わないの。チノさんが言ってた最近見かけない子ってのは気になるけど。さあ、最近見かけない子、見かけない子、ああ、博士の子かな。おじさんと一緒にいた子も見かけない子なのでは。え、ああ、キライ君は一時的に親戚から預かっているだけだから。一応それも発言に追加をお願いします。最近見かけない子は秋高君だったわけだけども、あれ何かおかしいような、なんかちょっとずれとんな。詳しく説明できんけど、なんかここはずれとん気がするな。あのガーデンの花ってとても大切なものなんですか。高知国の中学の子たちが毎年上に来てるね。モロクさんも丁寧に手入れはしてくれているし。へえ、いいですね、それ。生の花なんて、今の都会じゃあんまり見ることもなくなったしね。そんなこんなで、みんな肩がらしに対する怒りはあるんじゃないかな。ほう。おじさんも花を植えますか？いや、おじさんは結構不器用でさ、一度暮らしちゃったんだよね。サボテンがおすすめですよ。育てやすいですし。え？トゲが痛そうだからいいかな。でも最近情報も少ないからね、早く捕まってくれるといいけど。ですよね。おかしな点か、会話か。 何を話していたのか聞き出し、詳しく話を聞いていけばどこかでボロを出すかもしれません。はあ、かなんの話ね。あ、ちょっとハリア君以外からしか情報聞いてないとか言いながら、チノさんから聞いた話のことをヒントになってるんじゃないかなみたいな感じで言ってる。ちょっと、それ、どれやったっけ、これか。だーい、おじさん、さっき、自分で語られてることは、ハリア君からしか聞いたことはないって言ってましたよね。え、うん、そうだけど。それじゃあ、そのチノさんから聞いて話してるのはおかしいんじゃないですかね。え、どうなんですかね。ああ、ハリア君から聞いてる話だったかも。え？そうそう、確かハリア君から聞いたんだよ。ちょっと最近忙しくて、記憶がごっちゃになっちゃったんだよ。ハリア君もなんか似たようなごまかし方してたけどね。なんか忙しくてごっちゃになっちゃったみたいな。お前ら、そういうとこが、そういうとこが共通点あるのか、お前ら。忙しい系の人間同士だったか。
じゃあ、他にハリア君からどんな話を聞きました？そうだな。ああ、そうだ。モロックさんと一昨日も今日も話をしたんだって。話をしてくれたよ。あれ？でも、その、ハリア君は、なんか、最後の話は3日前って言ってましたけどね。3日前って言ってましたけどね。どれだろう？どうやったっけ？ちゃうちゃうちゃう。3日前ってどれ？あれ？あ、これじゃ。違う。ハリュウ君は一度しか話をしたことは覚えてない。一度しか話したことを覚えてなかった。だから、ハリュウ君からその情報を得ることはできないはずだよ。あ、モロクさんから聞いたとかなしですよね。だって、さっきもハリュウ君からしか話を聞いてないって言ったんですから。おーっと。矛盾に矛盾が重なってますね。おーっと、どうした？ちょっと諦めかけたその声ですね。なーに、ベラベラ喋ってんの、おっさん。自分で言ったことこそは記憶してね。バカじゃん。あ、危ないよ！そういう人ハッカーかもしれないんだから。あ、バカが僕様に命令すんじゃねえよ。あー！いた！今、ビット方法に直接干渉しましたね。あなたもハッカーですか？僕様は、ナスが嫌いでーす。ナスが嫌いなんだ。食べ物のナスが嫌いっていう、ストレートにそういう名前なんだ。声なんか声からしてさ、使えてそうっていうか、めんどくさそうって感じやな。おじさん、すごいな、お前。呪符とか使えそう。そんなこと言ってる場合ですか。お二人とも、あの、ノビアという人のお金、お仲間と、お金、お仲間、お仲間、お仲間、神あ、別にそんなんじゃねえよ。一緒にやれって言うだからやってるだけだし。協調性のなさがどん底だね。学校とか大変そうだ。学校なんて途中でやめたよ。だってあいつら教えることを余計なもんばっかじゃん。あんなのならなかったって人生何の役にも立たないもん。確かに。でもね、その何か学んで何かを得るっていう、その経験こそが一番重要なんだよ、キライ君。つまり新ジャンル、要卒。学校は人に習い、それを習得し自分で実践できるのが、そして人との交流を学ぶための場所なんだよ。ナラシ君、めっちゃいいこと言ってる。君、通ってないくせにめっちゃこといいこと言ってるやん。別に僕様は人から指示を受ける気もしないし、コミュ障でも全然問題ないでーす。そうやって油断しておろそかにしてると、ホラーゲームとかで脳が足りなくて詰んじゃうんだよ。それ、ナラシ君、自分の経験かな。というかさ、おじさんのいない間にターゲットに変なことをしたり勝手な行動しないように言ってたよね。さっき人から指示を受ける気なんてねって言っただろ、おっさん。疲れ溜まってんの？まずさ、僕様に猿一家のバカを振り落としってどういうわけ？もう少し頭の足りてるやつの方がやりやすいんだけど。でも、今回のその役割はキライ君に与えられたことだしさ。こういうのは全部リーダーに任せちゃえよ。いや、ノビア君は前回のあれで、あの人にちょっと咎められてるし。ほら、リーダーくそ頭悪いじゃん。バレないって。キライ君、ハリアさんはどこに？ああ、あのビットホーを腹畑男。なんだその暴言。なんかすごいワンビットハートの独特な暴言出ましたね。そこにいんじゃん。あ、ふぞりおった。空気薄。黒子哲也かってぐらい空気薄。ハリアさん待って、雰囲気違う。多分近づくと感染しちゃうよ。へえ、お前は結構賢いじゃん。えらいね。なに？うわぁ、雰囲気が違うぞ、日々、白髪。キライ君、賢いやつは嫌いだから死ぬ。これはウイルス。あ、何やってんの？もうこいつ操るの飽きたからさ、これで終わりにしとこうぜ。もう花壇全部やっちゃおう。ハリアさんになんてことを。ほら、早くウイルス解除して、追いかけないと。大事な方がぐちゃぐちゃになっちゃうぜ。キライ君、早く行くよ。おっさん、運んで。おんぶでいい？肩車。
肩車だとおじさん、最近肩こりがひどいだけど。肩車、ああ、おっさん頼りたいぞ。自分で一度で聞くよ。じゃあね、バカども。くそ、早くウイルスを駆除して、早くを止めないと。C、C、5、C、A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 、X、右。右上、X、間違えた。X、こ、ちょっと待って。はい、C どれ ?C、C、上、X、右。右上、X これ C、Z。上、Z、上、X、上。C どれ ?C どれこれか。C、Z、X、上、X、Z、C! はい、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 これは矢印だったら早い。矢印だったら早いぞ、お前。これで終わり!ほっとしてるわけが暇なんてねえぞ。早く行かねえと、あいつ、焦られてるんだろ。そう、急がなきゃ。だけども、だけどなんだよ。体力があれば私が引っ張っていきます。ほら立ってください。そして走って、うえー、もう一発欲しいですか。ください。あー、やっぱ新しくはド M だ。ならば走ってください。目的地はカダ、目的はハリアさんの救出です。なんか扱いに慣れてんな。将来的に結婚したらカカアデッカになっちゃうぞ。わーい、ちょっとは暴れてごめんね、ロッカちゃん。次はあれをして、その次はあれで、あれやこれや。お前マイペースだな。